ウクライナ軍が攻勢を強めている北東部のハルキウ州で、大損害をかぶったロシア軍が回想しているとの情報を、西側のメディアが一斉に報じているよね。ウクライナ軍参謀本部が、退却しているロシア軍部隊において多数の兵士が制服を脱ぎ捨て、地元住民らから奪った私服に着替えて、安全な場所に避難する地元住民に紛れながら脱走していることを報告しているな。ロシア軍がウクライナ軍の進撃を支えきれず兵士が回想して、戦線が壊滅状態になっているってこと？そうなるよね。さて、今回はハルキウ州のロシア軍について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍参謀本部は9月9日までの戦況分析を報告したんだけど、その中でハルキウ州におけるロシア軍の脱走兵は、現地部隊からの報告によると、最大で1日あたり15件以上発生しているとされているみたい。アメリカのシンクタンク戦争研究所もまた10日に、ウクライナ軍が東部ハリコフ州で侵攻したロシア軍への反攻を強めた結果として鉄道交通の要衝であるイジュームに達したことを報じ、ハルキウ州のロシア軍が統制の取れていない形で敗走しており、ウクライナ軍が48時間以内にイジュームを取り戻す可能性が高いと指摘した上で、ウクライナ軍は9月6日以降、最大で70キロ前進して約3000平方キロの国道を占領していたロシア軍から奪還したと分析していたんだ。これについてロシア国防省もイジュームと、その手前にあるバラクレヤに展開していたロシア軍部隊を再編成した上で、東部ドネツク方面に再配置することを決定したと発表しているが、西側諸国当局やメディアはロシア軍がハルキウ州からの事実上の撤退を表明したものと見ているね。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領は11日に、東部ハリコフ州の要衝イジュームをロシア軍から完全に奪還したとの宣言を出し、2月24日に侵略が開始されて以降において首都キーウ近郊の奪還に続く大きな戦果をウクライナ軍が挙げたことを、国民にアピールしたみたい。戦争研究所もまた同じ11日に、ハルキウ州でロシア軍によって制圧された地域のほぼ全てをウクライナ軍が奪還したとの分析を発表していて、これまでロシア本国から東部ドンバス地方ルハンシク州、ドネツク州の戦線に対する重要な補給路であったハリコフ州を喪失したことで、ロシア軍が現時点以上に占領地域を拡大することがほぼ不可能になったとして、今後ロシア軍が東部ドンバス地方の奪還に向けて進撃してくるウクライナ軍に対して、局地的に撃退する可能性はあるとしても、侵略戦争の勝敗の流れは大きくウクライナ側に傾いていると指摘しているよ。イギリス国防省も12日に、ハルキウ州におけるウクライナ軍の成功はロシア軍の作戦全体に重大な影響を与えるとして、この先ロシア軍が東部ドンバス地方と南部のヘルソン州やザポリージャ州、そしてクリミア半島において防御に転じることを余儀なくされるとの見通しを示したんだ。ロシア軍によって侵略当初の段階から占領されていたバラクリアでは、奪還したウクライナ兵によってウクライナ国家の聖章とともに国旗が掲げられ、バラクリア市議のフェイスブックにはゼレンスキー大統領への結果報告として、ハルキウ州バラクリアはウクライナ軍の支配下に戻り、彼らの任務は完了されたとし、現在9月8日午後4時、ウクライナに栄光あれと投稿されたようだな。また、バラクリアの街中や周辺の至るところにロシア軍の戦車や、装甲車両など Z のマークが印された車両がそのまま打ち捨てられていて、道端にはロシア兵が食べかけていたと思われるレーション軍用洋食がそのまま放置されているなど、ロシア軍部隊が整然と移動撤退したのではなく、パニック状態で回想していったことを物語っているぜ。ロシア軍の戦意喪失っぷりが露呈し始めたね。さらに、ルハンシク州のガイダイ知事は10日に通信アプリのテレグラム上において、7月上旬にロシア軍に占拠されていた同州の要衝リシチャンスク付近までウクライナ軍が到達したと発表し、さらに12日にはクピャンスクに近い同州の集落スバトボに駐留していたロシア軍が撤退し、その他の付近の集落もウクライナ軍が奪還して解放したことも明らかにしていて、やはり7月にロシア軍によって制圧されているセベロドネツクをウクライナ軍が包囲する形になっていると見られているんだ。バラクリアの住民たちはウクライナ軍に同行している取材陣に対して、ウクライナ兵士の姿を見て、涙が出るほど幸せな気分だと語り、3ヶ月間の地下室での生活では、食料を入手するために時々地下室を出たりしながらなんとか生き残ってきたが、ウクライナ軍が奪還するとは正直思っていなかったと喜び、街のインフラなどはほとんど機能しておらず、支援物資が配られている状況であるとはいえ、ロシア軍が逃げ去ったことで住民たちが安堵している様子が伝えられているよ。住民たちは絶望していただろうからね。奪還の事実は希望の光だったと思うよ。また、イジュームにおいても、市議会の議事堂にウクライナ国旗が掲げられ、ゼレンスキー大統領はイジュームを奪還したことをビデオ演説で、
戦士たちよ、今、ウクライナ中の人々が君たちの行動を目の当たりにし、祝福していると兵士の働きを称賛した上で、世界も喜びに満ちており、敵はパニックに陥っているとして、君たちはウクライナの誇りであり、無事に帰還することを祈っていると全国民に喜びを発信したんだって。ウクライナ軍はこのハルキウ州での非占領地奪還作戦に、ポーランドなどから供与された T-72 戦車やアメリカなどから供与された M113 装甲兵員輸送車、多数の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースが配備され新たに新編された機構部隊を投入したものと見られているんだけど、わずか数日で 70km 以上もの進撃速度を見せていて、電撃進行が売りである機構部隊とはいえ、過去の戦士から見てありえないスピードであることを軍事ジャーナリストが指摘しているね。戦車を前面に押し立てて突撃をかけたとしても、敵が完全に防衛線を構築していたとしたら、それを突破するためにはそれなりの時間を要することになり、その防衛線が強固なものであれば突破するのに数日を費やすこともあるからな。ロシア軍はウクライナ軍が南部で反撃を開始する兆しが見られた際に、東部戦線から部隊を引き抜いて南部に移動させており、東部戦線が手薄になることへの対策として防衛線の増強を図っていたことは間違いないだろうね。しかし、ここまでの様々な戦況についての情報からは、奪還したとして名が挙げられている都市において激しい戦闘があったと伝えるものが皆無であることから、ウクライナ軍はほとんど抵抗来し抵抗を受けなかったのではないかと見られ、つまり、ハルキウ州に展開していたロシア軍は抵抗せず装備を残したまま後退、あるいは改装したとする見方が広がっているってわけ。これらの事実をロシア国防省はハルキウ州の部隊を撤退させて再編成したとしていることについて、プーチン大統領に忠誠を誓い、侵略戦争に派遣した部隊にも加わっていると噂されているチェチェン共和国のカディロフ首長が、このことを批判したことが伝わっているよ。カディロフ首長は11日に自身の SNS において、もしロシアが望んだとしたら、一歩も後ずさりしなかったはずだ。そのための訓練を受けている者がいなかったのだろうと徹底抗戦の指示がなかったことを述べた上で、ロシア軍の判断について間違いがあり、彼らはいくつかの結論を出すだろうと指摘して、ハルキウ州におけるロシア側の戦略に疑問を呈しているみたい。さらにカディロフ首長は、このような特別軍事作戦の戦略に変更がないのであれば、私はロシア国防省の指導部とロシア政府指導部に出向いて、戦場の状況を説明しなければならないと述べ、今後の戦況次第ではプーチン大統領に直談判することも辞さないと訴えているというよ。このことからもロシア軍内部が、ウクライナ軍の奇襲とも言えるハルキウ州での攻勢に混乱をきたしていることがわかり、この報告を受けたプーチン大統領の動向が注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。